地球外生命体、すなわち地球以外の場所に存在する生命についての話は、科学と想像力の交差点に位置しています。現在のところ、地球外生命体の確かな証拠は発見されていませんが、科学者たちはその存在の可能性を探求しています。地球外生命体に関する理論は、宇宙における生命の存在について考える際の重要な部分です。ここでは、そのような理論の中からいくつかの主要なものを分かりやすく説明します。フェルミのパラドックス。この理論は、宇宙が非常に広大で、星や惑星がとても多いことから、地球外の知的生命体が存在する可能性が高いと指摘します。しかし、それにもかかわらず、これまでに地球外の知的生命体との明確な接触がないことがパラドックス、つまり矛盾とされています。ドレイクの方程式。フランク・ドレイクによって提案されたこの方程式は、銀河内に存在する地球外文明の数を推定するためのものです。この方程式は、星の形成率、惑星の存在、生命の発生の可能性、知的生命の進化の確率、文明が通信可能な期間など、いくつかの変数を考慮に入れています。地球外生命の可能性。一部の科学者は、地球外生命が存在する可能性は非常に高いと考えています。これは、地球以外にも生命を支えるのに必要な条件を持つ惑星や衛星が存在することから来ています。例えば火星、エウロパ、エンケラドゥスなどが研究対象です。生命の起源と普遍性。生命の起源に関する理論は、生命が地球上でどのようにして始まったかを説明しようとするものです。一部の科学者は生命の成分が宇宙全体で普遍的に存在すると考えており、これは地球外にも生命が存在する可能性を示唆しています。その他にも地球外生命体に関する興味深い話は多く、特に話題性があるものについてお話しします。私たちの宇宙には星や惑星が無数に存在します。これらの中には地球に似た環境を持つものもあると考えられています。地球外の生命を探す際、科学者たちは特に液体の水が存在するかどうかに注目します。なぜなら、地球上の生命は水がなければ生きられないからです。そして、宇宙の他の場所にも、液体の水があれば生命が存在する可能性があると考えられます。火星は、この探索の良い例です。過去に水が流れていたとされる跡が見つかっています。これは、かつて微生物が生きられる環境があったかもしれないということを意味しています。また、木星の衛星、エウロパや土星の衛星、エンケラドゥスにも、氷の下に液体の水が存在する可能性が示唆されています。これらの場所は、地球外の生命が存在する可能性がある、重要な候補地とされています。科学者たちは、これらの惑星や衛星に探査機を送り、岩石や氷のサンプルを分析して生命の痕跡を探します。例えば、有機化合物や特定の化学的なサインが見つかれば、それは生命が存在した可能性の手がかりになります。ただし、これまでのところ、地球外の生命はまだ発見されていません。しかし、宇宙探査技術の進歩により、今後新しい発見がなされる可能性は高いです。宇宙は広大で未知のことが多いため、地球外生命の謎はまだまだ多くのことが残されています。科学者たちはこの壮大な謎を解明するために引き続き探索を続けています。地球外の知的生命体を探す取り組みは科学と技術の面白い分野です。この探索は主に地球外の生命からの信号や通信を捉えることを目指しています。地球外知的生命体の探索のために、科学者たちは宇宙にある無数の星や惑星を研究します。彼らは特に地球に似た条件を持つ惑星を探し、そこに知的生命体が存在する可能性を探ります。地
球と似た環境の惑星であれば生命が存在し、さらに進化して知的生命体になる可能性もあると考えられています。この探索の主な方法の一つはSETIプロジェクトによるものです。SETIは宇宙からの信号を監視し、地球外の知的生命体からの通信を探すプロジェクトです。巨大な電波望遠鏡を使って宇宙空間からの様々な信号を受信し、その中に異星人からのメッセージが隠されていないかを分析します。しかし、これは非常に困難な作業です。宇宙は非常に広大で、信号が到達するには長い時間がかかるため、どこから信号が来たのかを特定することは容易ではありません。また、宇宙からの自然な信号と、知的生命体からの信号を区別することも難しいです。現時点では、地球外の知的生命体からの明確な信号はまだ捉えられていませんが、科学者たちは引き続き検索を続けています。彼らは、もし地球外の知的生命体が存在すれば、その発見は人類にとって非常に重要な意味を持つと考えています。地球外の知的生命体を探す努力は、私たちの宇宙に対する理解を深め、地球外の生命との出会いがもたらす可能性について夢と希望を与えてくれます。宇宙の奥深くに隠された謎を解き明かす日がいつか来るかもしれません。宇宙における有機化合物の発見は生命の起源や宇宙の謎を解き明かす鍵となりうる重要なテーマです。有機化合物とは炭素を含む化学物質のことで、地球上の生命の基本的な構成要素です。宇宙でこれらが発見されると、生命が宇宙の他の場所に存在する可能性があることを示唆します。科学者たちは特に、水星、小惑星、遠くの星間雲などの宇宙の様々な場所で、有機化合物の存在を発見しています。これらの場所は、地球とは大きく異なる環境ですが、それでも生命の基本的な要素が存在していることは、生命が宇宙に広く分布している可能性を示しています。例えば、水星や小惑星に含まれている有機物は、太陽系が形成された初期の段階で形成されたと考えられています。これらの有機化合物が地球にもたらされたことで、地球上で生命が発生する手助けをした可能性があります。また、遠くの星間雲には、単純な有機分子から複雑なアミノ酸まで、様々な有機化合物が発見されています。これらの発見は、宇宙全体に生命の元となる材料が存在することを示しています。さらに、宇宙探査機や望遠鏡による観測を通じて、火星や木星の衛星エウロパ、土星の衛星タイタンなど、他の天体の表面や大気中にも有機化合物が存在することが示されています。これらの天体は地球外で生命が存在する可能性がある重要な場所として注目されています。このように宇宙における有機化合物の発見は、地球外の生命を探す研究において大きな意義を持ちます。これらの発見は、宇宙が生命の材料で満たされていることを示し、地球以外の場所にも生命が存在する可能性があることを暗示しています。科学者たちはこれらの発見をもとにして、生命の起源と宇宙における生命の分布についてさらに研究を進めています。これらの理論は地球外生命の探索と理解において重要な基礎を提供しています。しかし、これまでに地球外生命の確かな証拠は見つかっていません。未来の宇宙探査や科学技術の進歩が、これらの理論を裏付ける新たな発見をもたらすかもしれません。宇宙は広大で、まだ解明されていないことが多く、地球外生命の謎は、まだ多くの可能性を秘めています。よって、地球外生命体の存在については、まだ多くの未知の要素があり、これからの科学的発見が新たな情報をもたらす可能性があります。科学者たちは引き続き
宇宙の様々な角度から生命の存在を探求しています。それではまた次の動画でお会いしましょう。